あなたは知っていましたか？ドイツからライセンス生産している潜水艦の軍事機密をあっさりテレビで放送したことを。やっぱり韓国ってどうなってるのか詳しく見ていきますね。ドイツもやっとわかったようですね。遅かった。韓国が潜水艦の調達に乗り出したのは比較的遅く、従来から半島国家であり分断国家として北朝鮮と地続きの同国にとって従来は優先順位の高い兵器ではなかったことが伺える。それでも潜水艦の取得を推進し始めた韓国はドイツの209型通常動力型潜水艦を調達することを決め、ドイツ本国製の一番艦ジャンボ号を1993年に就役させた。これによって韓国でジャンボ5級と呼ばれることになった同シリーズは、2番艦と3番艦がドイツ製のパーツを韓国内で組み立てる形をとり、以後4番艦から9番艦までをライセンス生産した。ジャンボ5級は水中排水量1285トン、全長56メートル、全幅 6.2 メートルの小型艦であり、機関部にもオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関が採用されていた。一応、ジャンボ5級で潜水艦建造の基礎を学んだ韓国は、次に同じく、ドイツの214型潜水艦を1番艦のソン・ボニルから合計で9隻のライセンス生産を行い、さらにその事業を固めたと考えたようだ。ソン・ボニル級は水中排水量1860トン、全長65メートル、全幅 6.3 メートルと若干ジャンボ5級よりも大型化はしているとはいえ、やはりサイズ的には小型艦の枠に収まる寛容だったと言える。ソン・オニル級は燃料電池による非対機依存推進を備えている点が最大の特徴ともいえ、韓国以外でもギリシャやトルコ、ポルトガルへも輸出された商業的には成功を収めた潜水艦だ。ただし、ソン・オニル級には、そのセールスポイントであった燃料電池の不具合がたびたび発生するなどしたほか、スクリューをはじめとする騒音の問題もあり、韓国側の工作制度を疑問視する声もある。韓国は、ソン・オニル級のライセンス生産は許可されたものの、燃料電池を含む非対機依存推進部分の第三国への提供までは許されておらず、これが後のインドネシアへの潜水艦輸出で露呈することになった。こうした流れを経て、韓国はそれまでのチャンボ5級、ソン・オニル級、つまりドイツの209型および214型からの建造技術の習得を行った結果として、土産アンチャン補給を国産潜水艦と銘打ち建造を開始した。この島山康正弘土産アンチャン補給も韓国が主張するような純国産化といえばそうではなく、韓国内に招いたイギリス企業の人員によって設計が行われるなど、100% 完全な国産化は果たせていない。このように、
韓国の潜水艦建造はドイツの技術によって進められてきた状態であるが、韓国内のテレビニュースで建造中の潜水艦の断面がはっきりとわかる映像が報じられたことがあった。わかる人間から見れば、その断面の構造から潜水艦自体の仕様や性能が類推されてしまう恐れがあるため、多くの識者が韓国の軍事情報の取り扱いの仕方に多くの疑問を投げかけた事件だった。個人的には、韓国の第一の仮想敵国は言うまでもなく北朝鮮だが、それに対峙するには近代的な潜水艦など不要であり、単に潜水艦で先行する日本に自国も負けていないと誇示したかったゆえだと感じる。さて、島山康政宏、土産アンチャン補給だが、第一玉であるバッチ1は水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルと、従来よりもかなり拡大、通常動力型潜水艦としては、大型な領域に入った。それでも、海上自衛隊の毎級双竜型と比較しても、まだ小さいバッチ1に韓国が盛り込んだのは、533mm 魚雷発射艦8門と VLS 発射筒6機という驚きの重兵装搭載だった。ここで韓国の土産アンチャン補給を見て明らかだと感じられるのは、敵の潜水艦を含む艦艇を自国の領海から駆逐するための潜水艦ではなく、対地攻撃能力を獲得することが目的の艦だということだ。さらに、土産アンチャン補給のバッチ2では、全長、排水量を拡大し、533mm 魚雷発射艦8門は、同様だが VLS 発射筒は、10機まで増加する。計画であるといい、その傾向を強めていることが明白だ。これだけでも、日本を仮想敵国として意識し、国威の発揚を狙っているとしか思えないのだが、最終型となる予定のバッチ3では、機関部にも原子力推進を搭載したいと表明している。これには、さすがにアメリカも良い顔をしていないように見えるが、そもそも、通常動力型潜水艦の運用すら軌道に乗ったかどうかも怪しい状態で、不確かな新機軸を唱える態度には並行する。土産アンチャン補給がその VLS 発射筒に搭載すると予測されているのは、地対地用の玄武 3C 巡航ミサイルを潜水艦用に転用したものであり、最大射程距離がおよそ 1500km に及ぶとみられる。このおよそ 1500km の射程距離があれば、韓国沿岸部から日本列島全体を攻撃圏内に収めることが可能であり、まさに韓国の狙いもいつでも日本を攻撃可能な状態下に置くことだと想定される。韓国ではこの状況を正当化するために、日本が竹島を奪還しようと、軍事行動を起こすこと唱える一派があるようだが、ここまで一方的に、仮想敵国を想定する事例を過分にして聞いたことがない。
極東アジアで、今、北朝鮮の瀬取り問題が、国連でも対策を強化されています。今回瀬取り活動に、ニュージーランド軍の P3K2 が、嘉手納基地に到着しました。ドイツのフリゲート艦も、日本に到着、監視活動が強化されています。今回は、この、ニュージーランド P3K2 を詳しく見ていきます。韓国は、瀬取りを活発化と打とう、名目上は北朝鮮ですが、韓国の監視活動がほとんどではないでしょうか。瀬取り活動中に、海上自衛隊の P1 哨戒機に見つかって、レーダー照射をしてしまった。しかも、軍艦で瀬取り活動ということもあったんです。2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視にニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられた。まず、ニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P3K2 オライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事する。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態である。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているが、ニュージーランド空軍の P3K2 オライオンは、同機のシリーズ中でもグラスコクピットを採用した近代化版といえる。続くドイツは、同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦、バイエルンを、11月中旬以降から、北朝鮮の、瀬取り、行為の監視に従事させることになり、同国としても、初の任務参加を果たすことになる。バイエルンは、満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの両機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇る。バイエルンは、兵装面では、フォートメラーラ社製の 76mm 単装砲1機、MK41 垂直発射システム、VLS、16セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとして、エグゾス SSM 連装発射塔2機などを搭載している。実は、バイエルンは、今回の、瀬取り監視に従事する前、今年8月末には、中東のソマリア沖で、海上自衛隊の護衛艦、夕霧と、合同軍事演習を行い、その後、オーストラリアやグアムを経由してやってきた。そして、11月4日から5日にかけては、関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦、サミダレと合同軍事演習を行った後に、日本へ帰港。実に、ドイツ海軍の艦艇としては、2002年以来20年ぶりに、日本を訪れたことになる。そもそも、北朝鮮の、瀬取り監視に、ドイツが加わったことも初であり、これまでは、日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8カ国に限られており、新たな動きと言えるだろう。これまで、日本を含む8カ国が、北朝鮮の、瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された、国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、
核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだ。この決議によって、等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁じ、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物、化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としている。ただ、実際には、こうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろう。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われているとみられており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われる。それは西側諸国からすれば、近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されている。2018年7月には、国際連合安全保障理事会に対して、アメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は、前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだった。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにも、この2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために、各種の支援を行っているであろうことは、もはや国際的にも公然の秘密だろう。加えて、韓国のように同民族であり、かつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れる等の混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には、東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられた。韓国政府は、この事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も、韓国内の港湾には、北朝鮮産出の石炭が運び込まれていると、アメリカは指摘、北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに、警告を行っている。さて、今回のニュージーランドからの P3K2 オライオン対潜哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク級フリゲート、バイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思える。これは、ニュージーランドという小国が、隣国でアメリカ・イギリスとの申請、オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見える。2021年の夏には、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド、太平洋地域における中国の海洋進出を、これまでよりは、積極的に、イギリスも警戒する側に回ったというのが、一般的な解釈だ。それでも、クイーン・エリザベスそのものは、極東への往路も復路も、いたずらに中国を刺激することは、避けるためか、台湾海峡を通過することはなく、その意味では、未だ公然とした中国包囲網というには、いささかの脆弱さも感じてしまう。しかし、それ以上に、ヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは、中国との、経済的な結びつきが強固であり、クイーン・エリザベスらの空母打撃群以上に、中国に対する
徹底的な忖度を今回も見せようとしていた。それはブランデンブルク級フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念している。かつて20年前の2002年にブランデンブルク級フリゲート4番艦のメクレンブルク・フォアポンメルンとバーデン・ビルテンベルク級フリゲートの4番艦ラインラント・プファルツは中国のチンタオに寄港した過去があった。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるのだが、いかがなものであろうか。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶し、これは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だろう。韓国での防衛白書が公開されましたが、日本を格下げ周辺国へとなり、日米が共に反応しています。日本政府は今後やはり扱いを検討するべきだと国民の意見を入れていく方が得策でしょう。韓国にある F-35A ステルス戦闘機は一体どうなるのか？気になるところです。しかし、中国のスパイとして動いているのかもしれません。国家全体でね。では、気になる F-35A 戦闘機の実情を見ていきましょう。日本の航空自衛隊と同時期2019年3月にアメリカから F-35A ステルス戦闘機導入を決定していた韓国に最初の機体が到着しました。同年末までに13機が納入される予定ということです。引き続いて翌年2020年には13機、翌々年2021年には14機がアメリカから引き渡される見込みとされ、3年間で計40機を購入するという予定が順調に進捗している模様です。では日本はどうでしょう。 A 型および B 型の2タイプの F-35 ステルス戦闘機の購入が決定しています。数は合計で147機ということですから、韓国の40機は思いのほか少ないと感じますね。購入価格ですが、日本では2023年までに導入される F-35A、
B ステルス戦闘機の平均単価が約116億円と報じられました。しかし、韓国は日本の価格より安く購入する契約を結んでいると言われています。ということは、アメリカは日本に高く売りつけたのか。と、勘ぐってしまいますが、ちゃんとした理由があるのです。日本向け価格が高いのは、F-35 ステルス戦闘機の技術移転、一部のみ、機体の最終的な組み立て、そしてメンテナンス用の整備場までを、すべて含めた契約になっているからです。韓国がアメリカと結んだ契約には、このような内容は含まれていません。つまり、韓国は、アメリカで作った機体を購入するのみということです。実は、アメリカとの契約でも、特に、メンテナンスが、運用上のネックとなると、推測されています。韓国政府は、メンテナンス範囲については交渉の、余地があると、アメリカに匂わせているようです。気を持たせているとも思ってしまいますね。もちろん、アメリカとしては、日本の整備場を韓国にも活用する方向で、進めたいのが本音でしょう。しかし韓国側はどうでしょうか？韓国が日本の施設を借用して、自国の戦闘機のメンテナンスをする。そんなことは想像しがたいですよね。そして、政治的にもそんな事態は、ありえないと思われます。ただし、アメリカの考えは違うようです。2019年9月時点で韓国との、契約にのっとり、韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機のメンテナンスは日本の、整備拠点で行うように、という指示を出しているのです。言うまでもなく、この指示を韓国は受け入れたくないはずです。だからこそ、韓国内に整備拠点を設置する動きを見せているのです。この事態の決着は、なかなかつきそうにありません。もともとの、韓国とアメリカとの契約には、韓国の F-35A ステルス戦闘機は、日本もしくはオーストラリアに設置された整備拠点でメンテナンスを行うことが義務付けられていましたから、今更それを、めぐって揉めるのはなんだかなという感じがします。では、アメリカは、なぜ、こうした条件を契約に入れているのでしょう？それは、F-35 戦闘機のメンテナンスまでをすべて含んだ契約を結んでいる。日本やオーストラリアへの配慮が一つと言われています。日本やオーストラリアには、様々な条件付きで、高い契約を結んでいるのに、後発の韓国は、その条件がないというのでは、確かに不公平ですよね。もう一つは、経費の効率的な分配を考えた戦略のためと、見られているようです。最大でも60機前後程度と思われる韓国空軍ですが、仮に韓国内への整備拠点建設を許したとしても、1機あたりの整備経費は逆にかなりの高額になると予想されます。また、韓国といえば、インドネシアとの共同開発を謳う国産の KFX、戦闘機開発計画の問題もあります。この KFX は 4.5 世代とも言われている。戦闘機で、ステルス性も備えていると思われています。当然、
世界の注目を集める機体の一つでもあります。開発計画は、かなり前、2001年平成13年に韓国空軍士官学校の卒業式で、当時のキム・デジュン大統領が発表しました。それから時を経て、2019年、令和1年、10月、首都ソウルで開催された航空宇宙防衛展では、この KFX 戦闘機の原寸大のモックアップ、模型が初めて披露されました。しかし、共同で開発を行うはずのインドネシアの姿勢が積極的というより、逆に後退しつつあるように感じられるのです。というのは、同月末にインドネシア空軍の高官の発言があるからです。この人物は、アメリカの F-16 戦闘機の最新型である V 型ブロック70を購入する予定であると表明したので、インドネシアの意図が明らかになったというわけです。もともと、インドネシアは経済悪化を理由に、韓国と共同事業であるはずの KFX 戦闘機の開発にかかる分担金すら払えない状況でした。ということは、アメリカから F-16V 戦闘機が購入できるのか、と心配してしまいそうですね。さて、問題の韓国の KFX 戦闘機ですが、韓国だけで120機すべてを調達するのに、必要な経費は1機あたり140億円ほどとも言われていて、費用対効果では、なんとも不経済な金額に感じられます。ちなみに、この単価は、インドネシア空軍が希望している F-16V 戦闘機を、新規に32機購入した時の台湾の単価が約128億円でしたから、それを上回る金額です。ということは、メリットのない価格というのが明らかですね。最新の第5世代戦闘機である F-35A ステルス戦闘機をアメリカ本国で調達した場合の1機あたり価格はおよそ84億円まで下落したそうです。これでは KFX 戦闘機の優位性はほとんどなくなったと言わざるを得ません。韓国が KFX 戦闘機を当初の開発費単独金額で追加費用なしで120機製造したとしても1機あたり単価は約76億円という計算になりますから 4.5 世代機に見合う金額とは言えません。ただしインドネシアが目指す方向にも多少の問題はありそうです。それは、東ティモールをめぐる問題です。1976年、昭和51年が続いた。インドネシアの東ティモール支配は、2002年、平成14年の独立をもって終了したのですが、その後も混乱や紛争があり、インドネシアへの厳しい視線が注がれ続けていました。その結果、インドネシアと西側諸国との間には、溝が生じました。それを考慮した上で、アメリカは F-16V 戦闘機を、インドネシアに売却するのだろうかという疑問もあるのです。ということで、韓国に多少の希望はあるようですが、肝心の KFX 戦闘機に根本的な問題が存在しているというのです。それは戦闘機の核心、コアともいえる重要な機関部を韓国内で国産できないという部分です。加えて兵装についても同じく
アメリカやヨーロッパ企業に依存せざるを得ない状況なのです。韓国にとっては非常に悔しいことでしょうが、どうしようもないということでしょう。しかし、この事実は、日本はもちろん、多くの国が戦闘機の開発に関して、直面している同じ問題と思われます。ということは、一国単独での戦闘機開発は、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国でしか実現することはできないのかもしれないと考えられます。